皆さんこんにちは。高野山天風チャンネル、ババアサミです。今回は高野山で数珠作り体験をしに来ました。今日はそちらの様子をレポートしたいと思います。今回はこちらで数珠作り体験をさせていただきます。こんにちは。こんにちは。どうぞよろしくお願いいたします。わざわざ来ていただきましてありがとうございます。どうぞお入りください。はい、ありがとうございます。狭いとこですけれども、失礼します。どうぞお入りください。いい香りがしてますね。はい、ジンコを炊いてます。やっぱりすごいいい香りがお部屋の中漂ってますね。失礼します。こちらに座ったら大丈夫ですか。はい、ここに座ってみますか。最近講道のお稽古を私行ってるので。講道も行ってるんや。そうなんです、講道の稽古に行ってるので、もうあの人工が本当に大好きで。そうなんです。講道だったらなんか短歌とかそんなのを読むようになってくるんや。とかいろいろなんか日本のことね、勉強したりとか、そういう、 こう歴史を勉強したりする機会にもなっていて、お大師さんの掛け軸があそこにあるんですね。お大師さんいつも追ってくれてるんです、ここで。ねえ、はい、それでは数珠作り体験よろしくお願いします。今日は香木アジカンの中前さんにお世話になります。今日はご縁いただきましてありがとうございます。こちらこそです、ありがとうございます。本当にご縁だと思うんです。っていうのが、奥さんも今は感じておられると思いますけども、弘法大師さんがここへ奥さんを呼ばれて導かれてこの高野山に来たんかなと私は思ってるんですよ。もう嬉しいこと言っていただきました。今こうしてね、お香をついて仏さんの心とかね、また人の優しさとかね、そういうのを皆さんに伝えてくれてると思いますので、本当に私感謝しております。ありがとうございます。今日は小川さんに来た時にもうどのようなにしてるかっていうことをお伝えしたいと思いますので、はい、まあ、そんなことはもうもちろん知っていますって話もするんですけども、いえいえ、お付き合いになりましてよろしくお願いします。ぜひぜひよろしくお願いします。まあ、この高野山は今から1200年前に高野真言密教の道場として開かれた山なんですけども、で高野山には仁宇津神社をお祭りされてますけども、まあ分社でありまして、本社の方にこの前行かれて、宮司さんからもお話、ね、聞かれたそうですね。はい、ありがとうございます。もう YouTube たくさん見ていただいて、はい、仁宇津姫神社も毎年お正月にも、はい、お参りさせていただいてますね。はい、小林さんも神仏集合の山でありますので、まあ、僧侶の方もいつもこう、ね、神様にお参りしてますから ね、 ね、通じるものがあるかと思いますけど、今日はちょっと最初礼拝もご予告願ってます。はい、どこに手を合わすかと、私たちの心の中には仏さんが宿っているそうです。自分は心の中に手を合わす気持ちでおられたらいきます。で突然電話になったり、突然近所の方が来ることあるんですけども、気にせずに心を落ちてください。はい、よろしくお願いします。近所の方が来る。わかりました。心静かに、皆さんもぜひ一緒にご自身の心の中にいる仏様に手を合わせていただきたいと思います。はい、で一番ここに住所と名前と生年月日と生まれの干支を書いていただいてますので、よろしくお願いします。はい、住所と生年月日と干支ですね。はい、はい、この風にいつも講座ではこう高野山の歴史とか、はい、お大師様のエピソードなんかをお話しされてから講座を始められるんですね。はい、そうなんです、簡単にお話しさせてもらってから。なるほど。じゃあいいですね、高野山の知識も深まって。なるほど、ありがとうございます。はい、香木アジカンって光の木って木が光るようなことはないだろうって皆さん思われますけどね、私建具屋っていうこの障子とかドアとか作る仕事をしてたんですけども、
ある日のことなんです。まあ、父親に親孝行しようとそれまでもう思ってたんですけども、ある日父親が病気でまあ亡くなりまして、でその時にふと思ったのが、もっと親孝行しといたらよかったよって、今から何ができるかなと思った時に、今まで四角いものばっかり作ってたんですけども、丸く木を丸めて数珠を作って、でその数珠で供養をしようと思ったんです。これはありがたいことになるんだろうなと思って、そしてその木というのは、まあ、父親が古く先祖から譲り受けてた木をもったいないということで、よう使ってない木があったんです。というのが、私の先祖は今神戸大社に入場されてます奥の院の裏にマニ法事をしたマニさんってあるんですけども、そこに峰がありまして、で西上峰っていうところで先祖が生まれて、で今私命続かせてもらってるんですけども、である日台風によりまして奥の院の近くの木が倒れて、で灯籠堂に倒れかかってきて、今はもう残っている貧者の一頭と白川頭と火が消えそうになったそうです。それを先祖が命を懸けてその日を守ったということで、金剛富士さんからもそのお褒めのお言葉もいただいております。その時にすごいですね、ま、皆さん霊木といいますか、はい、その木をいただいたんです。それを使って皆さんに数珠作り体験を今してもらっているところです。なんと奥の院の霊木をこう手で触ってでお数珠にできるということで、すごい素晴らしい木でいらっしゃるんですね。すごいですね。まあ、年数は、まあ、父親は、まあ、千年過ぎって言ってたんですけども、まあ、実際は600年ぐらいの木からとは思うんですけども、それを皆さんに磨いてもらうところから始めていきますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、とてもありがたい木を触らせていただきます。で来回もご協力願います。はい、私ちょっと移動しますけども、はい、私の方を見なくても自分の心の中が正面なんで、よろしくお願いします。はいはい、それでは今から来回を始めます。体を楽にしてください。肩の力を抜いてください。はい、身を閉じてください。少し口を開いて口から息を吐いていきます。鼻から吸ってください。また口から吐いてください。仏説マーカー般若波羅蜜多心経漢字大坊沙行寺般若波羅蜜多寺小剣豪雲海空洞一切苦弱シャーリー四式不意空空不意式式徳で空空即で式重創業式薬部尿でシャーリー四で小法空想風症風滅風空風情風動風源で航空中無式無重創業式無限二尾熱心に無知症孔密具法無限界内し無意識界無欲無無明人内し無老死薬無老死人無空襲滅道無知薬無症頭公母大師だったり般若波羅蜜多公子無形下無形下公無空恩理一切天道無双空行年半三で諸別般若波羅蜜多高徳の田原三脈三宝大高知般若波羅蜜多で大人衆で大名衆で無常衆で無等造衆の女一切空真実風光公説般若波羅蜜多衆徳性衆徳ギャテギャテ波羅ギャテ波羅僧ギャテ母寺諏訪伽般若心経。どうぞこの方に痛まさつかりますように一日ずつできますようによろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。そうしました。これ浅見さんにご縁ができました玉になります。これはどう今拝んでいただいたということ、はい、これがお大師さんの近くにありましたありがたい霊木杉です。あ、なるほど。こち
ちらを今回、お地図にさせていただけるということなんですね。はい、はい、ありがとうございます。こちらが、はい、霊木を、丸い丸く、あ、私は、まあ、あの明るく丸めたもんですけども、この玉のことをあの親玉って言ったり母の玉と来まして、モシュって呼んだりします。モシュ、はい、まあ、その玉があのお大さん の, あの近くにいまして、ありがたい心だと思います。それを今日は浅見さんの自分の心と思ってもらって、自分の形を整えます。形を整える、形が整った後に心をピカピカにすることを磨いて、それが組んでいきたいと思います。分かりました。じゃあこちらを磨いていきたいと思います。私は丸くはしてますけど、自分の心になりますので、私の心が丸くなりますように、私の心がきれいになりますように、丸くきれいになりますように気持ちを持って磨いていきます。手を動かしても仕組みしてもいいんですけども、この人は平面になってしまうので、ちょっとこう持っていただいて自分の心を磨いていただけますか。はい、分かりました。今まだこう磨いてなくて、こう木の肌がこうある感じですけれども、それをこうツルツルにしていくっていうことなんですかね。これを見てツルツルっていう話に、心で丸く綺麗に磨いてもらいたいというのが、なるほど、この作業になりますので、分かりました、よろしくお願いします。はい、あの上手に作るっていう話に、自分の心を磨き上げるっていうことを思ってもらったらいいかと思います。はい、では作業していきたいと思います。まあ、人間生まれてきましたと、とても綺麗な科学の友達を持って生まれてくるわけなんですけど、年月を重ねていくうちに、人を迷惑かけようと思わなくても知らぬ間におめくれたりすることがあるんです。まあ、今日は来ていただいて、浅見さんは日頃からとても良い行いをされていますので、とても綺麗な心持ちなんですけども、今以上に綺麗にされて、それが組んできております。はい、玉を磨いたり紐を組んだり作業するわけですけども、玉を磨くのはとても大切なところです。今磨いてもらったのは、まず過去をきれいに磨いてもらって、で次のペーパーで現代を磨いてもらって、最後未来を色黄色いペーパーで輝かしていただきます。まあ、その玉を取る場所によって目的も違いますし、磨くことに形も大きくも違ってきますので、自分だけの玉に違っていきます。はい、これですね、削っていきます、磨いていきます。浅見さんはあの日頃から皆さんに喜ばれることをたくさんされてますので、まあ、綺麗な玉に仕上がっていくと思います。ありがとうございます。もう本当にあの皆さんが温かく受け入れてくださっているおかげです。いや本当にあの感謝しております。ありがとうございます。やっぱりこうね、外から来たものをあのいろいろね、優しく教えてくださったりして、本当に感謝です。私の方こそ地元の方々に、本当にでもあの香りをね、皆さんに届けるっていうことは、仏様に香りを届けることなので、はい、素晴らしいことをされてるなって思ってるんですよ。お香作りのことですね。はい、ありがとうございます。お香の、ね、香りが仏様に気持ちを届けるのにね、すごくいいっていうのを聞いたことがあります。はいはい、やっぱり香りで癒されますよね。はい、中前さんはじゃあこの先ほどおっしゃってた場所、マニさんの方、西ヶ峰っていうところで、西ヶ峰の方でお生まれになった先祖が生まれて、ご先祖が、私はもうここで生まれて、ここで育って、もうずっとここで生活させていただいております。そうですか。小田井さんのお膝元で本当に降りるってことは幸せですね。やっぱりこう生活していて、小田井様のことをこう感じる時っていうのは、こうどんな時に小田井様を感じますか。もう日々です。もう包まれてるように感じます。きっとこう VTR ご覧の方々は高野山から遠方の方もね、たくさんいらっしゃると思うんですけど、す、ね、はい、やっぱりこう包まれてるって、なんかこう、ま、見守っていただいてるっていうふうに思われるってことですか。思われますね。これも一つのエピソードかもしれませんけども、高野山の行事で、お坊さんの行事で、天然式っていう行事でやって、
ありまして、その時に1年間神戸市の代わりを務める、まあ、僧侶が おられるんですけども、その方が奥の院へ行くという時に私もついていくというそういう役目をいただいたんですけども、はいはい、その時に紋付き袴に着替えてこれから出仕するという時に頭が痛くなってきまして、で割れるように痛くなって、でそのうち吐き気がしていきましたので、これはきっと頭の血管切れたんかなと、その時はもう冷静に思って、うん、もっと家族孝行親孝行しておけばよかったなと思いながらもう意識がなくなったんです。それで気がついたのが4日目だったので、4日間はきっとこの世ではないところへ行っていたんだろうなって思ったりしてるんですけども、それが神戸大師さん の行事の時にそういうことになったので、お大師さんが、まあ、守ってくれてるんだなと、こっちの世界に戻してくれたっていうか、そういうことですか。でもちろん病院の医師の力で、まあ、治した部分もあるんですけども、その優れたお医者さんはこう言ってくれたんです。私らも医師なんで精一杯のことをしましたけど も目には見えないなんか力があったようにも思ってもいいですねって言われたので、そういう目に見えない力がご作用してくれたんかなと思うことは、お大師さんが守ってくれたんかなって思っております。怖い話ですね。でそれで今日はそっちよりこの一瞬一瞬がいかにありがたいことかなって、うん、それから思うようになったんです。それはどれぐらい前の話ですか。もうね、その10年ほど。10年ほど、うん、そうですか。法院天然式、法院さんの天然式ですね。そうです、はい、そうなんです、その時にね。こうやってお会いできてよかったです。そうです、私も嬉しいです出会えて。じゃあ私が小屋さんに来る前の話ですね、きっと。あ、多分そうですよね。もう私小屋さんに来て今年で11年目なので、ちょうど11年目ですね、はい、はい、そうです。私の孫が生まれた時に私がそういうことになったので、まあ、孫の年が自分の年と同じかなと思って、新たな年をもらってるのかなと思ったりしますね。なるほど、すごいですね。やっぱりそういうことがあると特に毎日毎日を大事に生きようっていうふうに思いますよね。一瞬一瞬が大切ですよね。そうですよね。次、現在を。はい、これは自分の判断でいいですか。自分の判断です、はい、はい。これは今日の作業はこれが間違いとか正解とかそういうものはありませんので、はい、自分の心を作ってもらっていると思ったらいいかなと思います。わかりました。なんかどうしてもこう忙しくて子供のことをちゃんと見てあげれなかったりすることがあったりとか、自分に余裕がなかったりすることってやっぱりもちろんね、あるんですけど、なんか今年はそういう心の余裕が持てるような一年にしたいというふうに、はい、思っていまして、まあ、去年までも私ですし、まあ、今年の私はさらにこう心の余裕、時間の余裕、なんかいろんなことを余裕持ってで笑顔で入れたらいいなっていうふうに思ってます。できなかった自分を今こうちょっと削って、でもそれもちゃんと認めてあげられた方がいいんですよね。そうです、そうと思います。今までがあって、まあ、現在があるという、ね、そうですよね。先日木下先生の本を読ませてもらった時に、はい、先生も若い頃はちょっととんがってたんですけどもっておっしゃられたけども、はい、とても素晴らしい先生ですね。本当に、はい、もう若い時に本当にいろんな勉強されて苦労されて、はい、今がねこんな風にあるんだなと思って、今ライブ配信とか勉強会などで私も一緒にいさせていただくことが機会が多く、はい、多いんですけど、もう本当に
人生チャレンジで、うん、今も僕は勉強中ですっておっしゃるんですよね。すごいなと思いますね。でもそのお言葉が、木下先生のお師匠さんの日野内先生のお言葉が、ね、続いてるということですからね、うん、そうなんですよね。いやすごいなと思って。でこちらが現代を、現代を磨くんですね、はい、そうですね。こんな風にヤスリが3種類ありまして、過去、そして現在、そして未来を磨くということで、今過去を磨きましたので、次は現代を磨きたいと思います。黄色いペーパーで未来を輝かしたいと思います。できましたか？はい、はい、ちょっと見せていただけますか？玉の、仕上げ磨きをしていただいています。あさみさんはとても親孝行の方なのでもうピカピカです。ありがとうございます、はい、本当に親孝行の方やわ。ピカピカです。あ、はい、いや、よかったです。ありがとうございます。持っていただいて、はい、はい、あ、ピカピカになりました。好きな紐を一本選んでいただけますか？はい、この紐ですね、あの数珠の紐ですね、はい、そうです。何色にしようかしら。ピンクでお願いします、はい、これですね、はいはい、あ、これ、あ、すごい、あ、これこういうグラデーションになってるんですね。へえ。紐っていうのは観音菩薩を表すそうです。で、あの赤い紐が観音菩薩と言うんですけども、私これ紐を観音菩薩と思っております。自分の丸い綺麗な心と観音様をつなげておきますので、こうたまに通していただけますか？はい、わかりました。これを紐に通したら自分の心に、はいはい、観音様のつながりを作っていきます。横に貫通する方に、貫通する方に、はい、では紐を通していきます。で、大体こう均等にしていただいて、はい、で、たまにもう一つ穴開いてますよね。はい、で、私が困った時にはどうぞ助けに来てくれますように、念じておきます。困った時には助けに来てくださいと言います。はい、結構です。そうしましたらこのように現れてきます。これを使ってもらって出てもらったら結構です。はい、指に気をつけて怪我しないように。ありがとうございます。よかったですね、助けに来てもらって。長さはもう抜け落ちないようにだけしてもらって、はい、一度ここ置いておいてくれますか？はい、で、この小さい玉なんですけども、ちょっと開けていただけますか？はい、ここにはちょっと白っぽい玉、はい、これが高野巻です。ご存じように仏壇にお供えする色の感じ、巻きの葉っぱを花としてお供えしますけども、はい、元となる木です。高野巻ですってすごいですね。でこの色の濃い玉はこれ紫の段って言うか、シタンって言います。シタン、家具と仏壇を作ったりする木です。はい、ちょっとコーティングはしてますけども。でこの茶色い木は梅の木です。これが梅の木。梅の材料というのは僧侶の方がお坊さんが一番最初扱う十三代は茅の木か梅の木を使うそうです。う、一般の方はございませんけども、これを通していきますけども、はい、まず片側に
あなた、あさみさんが命をいただいてからとても良くなってきたわけですけども、ちょっと振り返った時に、はい、あの時にこうしておけばよかったなとか、あの人の言うことを聞いてあげたらよかったとか、助けてあげたらよかったとか、そうなって反省することがあったとしましたら、はい、反省の気持ちを念にやら、まず片金玉を6個通してください。もう配列はもう十分です。はい、こちらに片側に6個入れていきます。ました。はい、もう片方には命をいただいてからありがたかったなともたくさんあったと思います。感謝の気持ちを入れてください。命をいただいた親に感謝したり、家族に感謝したり、友達に感謝したり、感謝の気持ちをまだ6個通してください。はい、入りました。はい、入りました。ちょっとこっち見てくれます。こっち見たら色の違うところが 1,2,3,4 個あります。はい、仏教を守る四天王あります。また方角を守る仏さんとあります。で、片手で持つのは2点だけ選んでいただきます。色の字はそんなにないんですけども、このような色があります。2個選んでください。はい、色を変えておけばこっちが反省やったかな、こっちが感謝やったかなって分けるかもしれません。同じでも結構です。はい、わあ素敵。この中から2つ、四天王を選ぶということですね。四天王も今回は片手で持つので 2点だけ選びます。はい、これでお願いします。はい、決まったら通してください。はい、こっちに両側に通したらいいんですか。はい、はい、はい、次願い事を念じながら、まず片金玉7個を通していきます。願い事7個。はい、こんな小さいのもあります。これも入れたいなと思ったら入れてもらっても OK。 はい、小さい玉も数には入ってきます、ね、はい、7個片手か片側に。はい、ここに小屋さんのヒノキ材もありますね。これは入れたいなと思ったら入れてもらった。はい、はい、入れました。いいなよとかありました。もう片方には、はい、良い行いをいたしますという気持ちをまた7個通してください。はい、良い行いをいたします。入れました。良い行いまで入りました。はい、今これの本殿というのは108つあるんですけども、まあ、人間にはある意味心を煩悩が寄ってきやすいということで、その悪い心を取り除くという意味もありますけども、今日は作ってもらうのは四半殿と言います。108つ4分の1の27個を組み合います。四半殿。四半殿。まあ、108つの4分の1という四半殿です。はい、四半殿。はい。で、今、大きな玉と色玉は数に入れずに26個入っています。はい。で、最後の一つです。はい。最後の一つは、悪いことはいたしませんという気持ちで一つどうぞ。はい、どれでもいいんですか。それでも、はい、玉の手まで大きな穴と小さいになってます、はい、小さい穴の方から片側に通してください。はい、はい、そうしましたら、結べる範囲で結構なので紐の端の方で結んでいただきますか。はい、結んだら一旦白い器へ預けておいてください。はい、守り本能さんなんですけども、まあ、あさみさんは犬の獅子に生まれる犬獅子です。はい、阿弥陀如来さんが守り本能さんです。はい、ここへお名前入れておいてくれますか。はい、でこの梵字が阿弥陀如来さんそのものです。うーん、一番最後にここに自分の名前あさみさんのあさみって入れます。これ自分だとした時ちょっと角張って残ってます。人間角があるより角張って何しか言って言われても角なくしておきます。はい、使ってもらったペーパーを今度下に置いてもらって結構なんで、面を取るみたいにこの角を落としていきます。はい、はい、縦横上下すべて。あ、わかりました。これが阿弥陀如来さんですね。阿弥陀如来さんです。これをサンドペーパーで、滑らかにしていきます。まあ、自分の画像を落としていくということです。はい、はい、わーすごいいい感じになってきますね。素敵です。
こういう感じで。あ、ありがたい豆ができました。はい、丸くしました。これから図工を塗るんですけども、はい、先日馬場麻美先生に指導していただいて、ありがたいお香を作ってきたんです。あ、熟成中なんですけども、はい、ちょっと新しい、まだ してないんですけども、それを使っていただきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日は香木味観流の作法できますので、はい、まず左手取ってもらって、左手取ってもらって、左手で、はい、でも二手こう取り分けます。まず右手の方の左手で塗ります。反対の手のひら、手の甲、指の間も、ちょっとこっちの前で身も心も清めます。はい、いい香り、いい香りです、はい、ありがたい守り座に小関さんの頭の方から通してくれますか。はい、じゃあ通します。仏さんの頭の方から、はい、はい、柚子みたいな形になってきました。はい、でもう一本紐を組み込んだらほぼ仕上がりです。これからはタス系の作業をします。まあ、組みの得な人はもう自分一人で組むっていう人もいてるかもしれませんけども、このタス系の作業なんで二人で組んでいきます。そこで組み合わせの好きな紐、この金色でお願いします。ちょっとつまんでくれますか。つまんで広げたらこのような形になってます。はい、でこの辺もたどっていったらここから出てます。出てる方の赤に乗せます。で乗せられた赤い紐を黄色に乗せます。で黄色を赤に乗せます。で残った赤を最初赤つくたとこへどうしてもなって形を整えます。でこの辺だったらこっちの赤に乗せますし、この辺だったらこっちの赤に乗せます。で乗せられた赤い紐を乗せます。で次黄色を乗せて、ちょっと練習していただきますか。ちょっと私準備しますので。はい。私はその結び教えてもらったのは石畳っていう名前しか覚えてないので。石畳、あ、確かにそうですね。へえ。で本組違うとここにつながってます、はい、こうつながりがこう大切にこうプチってきたりしません。はい、つながって紐から動かしていきます。この金を乗せてもらって、はい、乗せてもらって、で最後に金を通します。あ、こっちですね、残った両方引いてくれますか。私これ引きますので、金を引いてくださいね。キュッとキュッキュッとね、このように助け合って組んでいきます。はい、乗せました。乗せてもらって、で通します。でキュッと、はい、結構です。今 1,2,3,4,5,6 段半まで来ました。はい、1回です。はい、助け合いで綺麗に組み上げました。はい、よかったです。紐を通すことで観音菩薩とつながりますっていうのは、こう観音菩薩さんっていうのはこうそういう関連があるんですかね。観音様は人を助けてくれる力を持っておられていますので、うんうんうん、それで自分にも使われているのかなと思ったりします、ね。助けてほしいなって思ったら瞬時に助けに来てくれるって言うんですけども、はい、私ここでおって東京の方まで助けに行く時間かかるんじゃないんですかって、それはまあ人間的な考えであって、うん、一瞬に現れて助けてくれるそうですね。へえ。最後こう名前入れてもらって、はい、出来上がりになります。はい、ありがとうございます。これ焼けてるんで絶対先触らないようにしてくださいね。ジュッと焼けるので。あ、なるほど。この
か名前を入れたらいいということですね。はい、そうです、浅見ってここへ。じゃあちょっと書きます、はい、来ました。あ、すごいいいのできてましたね。できます、はい、浅見さんの素晴らしい図を感じたしました。もう世界にただ一つの図です。もういつまでもお幸せでありますように。ありがとうございます。わー、ありがとうございます。すごい素敵な図ができました。ちょっとこう自分だけのお数珠完成しました。すごいすごいですよ。思いが入っています。わー、ちゃんと名前も夜勤で入れました。ありがとうございます。最後に神戸大師の山なので、はい、南無大師遍路上金剛を唱えて手を挙げたいと思います。はい、で左手で通してもらって合わせるだけ結構です。で宗派によっていろんな持ち方ありますので、近くの僧侶がこう持ってくださいよって分かりました、また親指かけて持ってくださいよって分かる、その都度その都度聞いてもらったらいいと思います。はい、まあ、今日は小朝なので南無大師遍路上金剛こうやって仕上げたいと思います。はい、自分の幸せと家族の幸せとまた友達の幸せにやって唱えます。ご一緒にお願いします。南無大師遍路金剛、南無大師遍路金剛、南無大師遍路金剛、南無大師遍路金剛。いつまでも幸せでありますように。はい、完成いたしました。ありがとうございます。すごい、過去から現在、未来、その未来にまでこう思いを馳せて願いを込めてこう作ることができるっていうのは本当にいいですね。ありがたいんです。本当に本当ですね。浅見さんと最初出会って大大師さんに拝んだのが初賀大師さんですよね。一周年そこで、あ、そうですね、あの場所で、はい、そうですね、はい、すごいありがたいです。このね、奥の院の霊木のこの母の玉ってモシュっていう、モシュモシュになっていて、で自分だけの思い願いを込めた、お術を作らせていただきました。すごく心が穏やかになり、そして今までの自分のことを思い返したりですとか、これからのこう未来に向かっての願いも全部こもっているので、とてもいいあの記念の品になります。これからたくさんお術、こちらのお術を使って拝んでいきたいと思いますので、はい、今日はありがとうございました。こちらのお数珠作り体験はどんな風にお申し込みをしたらよろいんでしょうか。私も直接お電話いただいても結構ですし、今あのジャランネットで検索してもらってそこから入ってきてくれる人もいますね。あ、そうなんですね、はい、わかりました。ではあのこちらの動画の概要欄の方にご連絡先載せさせていただきますので、ぜひそちらチェックしてみてください。では今日中前さんありがとうございました。ご覧いただきまして本当にありがとうございます。ありがとうございます。私もあの大事にしたいと思います。ぜひ小屋さんにお越しの際はお数珠作り体験を約2時間ですかね、2時間弱であのできますので、ぜひ事前にご予約いただけたらと思います。ご予約が必要ですね。事前にご予約いただいてということでお願いしております。はい、今だいたい何日前ぐらいまでっていうことないんですけども、私が折れば、はい、いつも結構なんですけども、はい、あのじゃあ事前にということで、はい、よろしくお願いします。では今回も皆さんご視聴いただきまして誠にありがとうございます。またチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。心を清める術作り、とっても素敵な術が出来上がりました。自分の名前と
高野山、それからこちらに私の守り本尊である阿弥陀如来さんのですねの梵字が書いてあります。心を込めて作りました。ぜひ皆さんも高野山にお越しの際は香木阿字館さんで体験してみてください。